また池田ドライブでうまくパスをつないだ、つねた、ちょっとファンブルしたが、モンゴメリーのいいサポート、そしてダンクシュート。高橋克実がスクリーンをもらいながらどうするか。デイビストップからのワンオンワン、ターンしてシュート、決まって、しかもファールのホイッスルだ。カウントエンドワン、ツースリーのゾーンに見えます。少しディフェンス変化させてきました。さあそれに対する新潟、長野のスリー、3本目、今日好調長野伊代。インサイドクリスウェル、青森はまたマンツーマンに戻ったようですが、クリスウェルのペイントエリア、新潟のオフェンスがリズムよく、昨日とは別のチームのように前半戦うまくいっている印象。さあ一方常田、豪快なドライブからのレイアップシュート。青森のアウダ、パイパップールとのマッチアップ、ここはスピードを使いながら左手のシュートはさすが。これでも加点するのがこのステイシー・デイビスの存在感。一方ハミルトン、デイビスに対しては強引に攻めていきます。シュートは落ちるがセカンドチャンス、これがカウントエンドワン、ファール吹かれて、常田とハミルトン2人が寄っています。遠藤サイドステップからのスリー、決めた。遠藤前もダブルチームへ、スキップパスから池田のスリーは外れたが、オフェンスリバウンドを抑えたのがハミルトン、強引にシュートまでつないでいきました。デイビスはやはりファールトラブル。今日好調長野、ここも打っていった、また決めた、6本目。ハミルトン、遠藤前、体を張ります。アレックス、豪快なドリブルからシュート、うおー決めた。さあ新潟はここはゾーンディフェンスですかね。ハミルトン3、いきなり決めた、点差を広げる、6点差。豊富な池田雄一もいる。東海林が3を狙って、リングに弾かれた、オフェンスリバウンド、ハミルトン、そのままシュートを決め切った。これはビッグプレー。8点差に広がって青森ボールのスローインです。もう新潟はファールするしかないかと思いますが、ああゴール下まで行ってしまった。しかしこれがまたカウントエンドは最悪の状況です。さらに遠藤、パスをつないで富岡はミドルレンジの2ポイント。しかし時計は 4.9 秒、常田がフロントコート入ったところで、これでゲームオーバーです。第4クォーター、3点差で始まった非常に見応えのある面白い試合でした。